こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。皆さん、やっほー。みんな台風など大丈夫ですか？一ついいですよね。こんばんは、こんばんは。私は全然大丈夫でした。そうなの。みんな大丈夫。晴れてて暑い。あ、そうなんだ。私今日ね、実家から明日ネットサイン会があるんですけど、ネットサイン会があるので一旦帰ってきたんですよ、お家にね。で、大丈夫かなって思ったけど、風やばかったし雨もすごかったけど帰っては来れました。髪型かわいい、ありがとうございます。そう、あ、まだ申し込みますよ。明日ね、リアンでネットサイン会がありまして、私かリアンかメンバーの X か、私さっきインスタのストーリーには載せました。そうで、まず皆さん心配してくださってる肘の、あの肘、私肘をね、あのファンクラブには書いたんだけど、2日前にここの机で朝肘を思いっきりガーンと強打しまして、もう本当に最悪なんですけど、でもしばらく動けなかったの、痛すぎて。なんかさ、ジーンってするとこあるじゃん、ぶつけたら。そこを思いっきりガーンってぶつけて、もうね、もう無理だったの、もうその直後で。メイクするにもなんかすごい痛くて力が入んないみたいな感じになっちゃったんだけど、今元気になりました。回復力早すぎて、私これ1週間ぐらい長引くやつだと思ったの。1週間ぐらい引きずるやつだ、うわーと思ったんだけど、もう昨日にはもう余裕。回復力が早すぎて。だけどね、配信で映るかな、わかんないけどさ、あざはなんか今日になってすごくなっちゃって、ここら辺なんだけど、全体的に、まあ、映んないか、あざはまあまああるんですけど、でももう全然痛くないです。え、色やばい、ほら、あ、確かにちょっと映ってるわ。こっちはないもんね。でも触ると痛いですけど、そう、結構広範囲でしょ。だけどもう全然大丈夫になりましたので、ご心配おかけしました。いつ実家帰ったかというと、あと14日に花火大会、山形一昨日はいなかった、ホテル泊まったけど、で焼肉パーティーして、今日お昼ぐらいにの新幹線乗って自分の家に帰ってきまして、でも明後日からちょっとだけ家族で一泊だけど旅行に行くんです。
ので一時的に帰ってきました。14日当日に行った山形に。美味しいものは食べた、だしとか食べたし、美味しいもの食べました。昨日も食べた。昨日はね、本当はバーベキューする予定だったんだけど、おじいちゃんとおばあちゃん家で、あのはしごする予定だったの。おばあちゃん家を、ママの方とパパの方で、ママの方には行ったんだけど、で夜パパの方であのバーベキューする予定だったんだけど、できなくなっちゃって、だから実家で焼肉パーティー。おじいちゃんね、コロナになっちゃったんだって。大丈夫かね。リアの個人チェキに、あ、浴衣チェキはいっぱい写真撮ったので、またいつもみたいに自分で販売します。もう少しで。で明日のリアンは私服なんだけど、その私服がね、これでいいかなって相談したくてでも4着ぐらいね、まだね今年着てない夏服があるのよ、あるので、どれがいいかなって聞きたくて、後で聞く。浴衣はあの用意していただきました、全部お任せで。髪飾りだけ自分で買いました。焼肉パーティーのチェキは取れてないです。あの普通に家の中でホットプレートでやったんで全然映えない。浴衣の髪飾りネットで買いました。 Amazon で買った。なんかあるかよく分かんなくって、なかったら嫌だなと思って買ったので、行ったらなかったから、あ、よかった、買っといてと。あ、投票システムね、いいね、やろやろ。昨日はお酒飲んでない、ノンアル。今日も飲まない。花火見てくれた皆さんありがとうございました。配信とテレビで。そう、メッセージ花火もありがとうございます。みんなからもらったって聞いて嬉しかった。レディーが流れてさ、超嬉しかったです。再開アップ会残ると思います。リアンの YouTube でやるんだけど。ケンタロウさん、タワー花火ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。そう、私さ、なんかゲストで出るってなったけど、なって、でも私あんなに映ると思ってなかったんでなんかちょっとちょこっとかなと思ったら、結構ずっといて大丈夫かなと思ってたの。わかんない、大丈夫だったか知らないけど、わかんないけどでもあんな、もう視界を遮るものが何もなかったんです。花火までだから、もう超贅沢だなって思いながら、幸せだをかみしめながら花火を見ておりました。バカラさんもかわいい、タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。
ユサさんの場所最高だった、特等席でした。もうさ、二度とさあんな場所で見れることないよね。そう、12月6日に山形でソロライブも決まりました。その番組内で発表してさせていただいたんだけど、そう、なんかそろそろソロでも歌いたくなってきたなーと思ってたのね。でいつにしようかなみたいな感じで言ってたんだけど、久しぶりに山形で、で今日番組内で発表できたら最高だなと思って、もう本当にその日決めて会場を押さえていただいて決まりましたので、12月6日結構まだまだなんだけど遊びに来てくれると嬉しいです。そう、そろそろソロでも、そう、いただきます、ありがとう。新曲も作ろうと思う。久しぶりだよね。新曲も作るつもりでいますので。もう寒いですね、12月だったらめっちゃ寒いよね。見とってありがとうございます。ソロでもリアの曲って確かに歌える曲歌いたいね。なんか確かに確かに考えよう。アットジャムもそう、さっきタイムテーブル決まって2ステージやらせていただきます。オレンジとパイン1ヶ月後ですね。よろしく。10月ライブ、10月まだ発表されてないのはあるけど、もう少々詳細お待ちくださいという感じで。山形から福岡に移動、そうですね、8福岡だから12月飛びます。年内リアンで仙台ある、ある、あります。気温差すごそう、確かに。ゲストというよりアシスタントという感じでした。確かに。9月1日の対バンってラーメン、そう、9月1日もね、あ、発表された。しかも衣装が用意していただくらしくって、なんかね、ファッションショーがあるんだ。会話、ほっか界隈から流れてきた。あ、そうなの？あ、公式リツイートしてた。無理。あ、これか。マルオリコレクション9月1日。私今リツイートしました。なんか
イドル×ブランド協賛企画って書いてありまして、ブランドさんが衣装を用意してくださって、それでライブをして、そしてライブへも歩くっていう、ファッションショーもあるよっていうイベントになっております。試験です、ありがとうございます。私たちはデイ2ですね。こちらもぜひお待ちしてます。ファッションショーだってエリアン絶対似合うじゃんね、そんなのね私たちランウェイなんてね、最高じゃない。そう、衣装もこの日限定だと思うから、何を着るか楽しみですね私たち。楽しみでございます。9月1日もよろしくお願いします。幼少期の写真は5歳とかです。でね、浴衣着たじゃないですか。で、真っ暗の中、その撮影してる場所だけライトガンガンだったじゃん。だからめっちゃ虫が寄ってきたんですよ。で、足が出てたからさ、もう足虫刺されまくりで、もうかゆくてかゆくて仕方がない。途中で虫よけスプレー貸していただいてやったから、途中から大丈夫だったんだけど、足がかゆくてかゆくて。ブランド書いてある。あ、そう、ゴルフウェアって言ってた私たち。ゴルフウェア、そうそうそう、ゴルフウェアなんて初めて着る。あれ、生写真とかできたことあるか。リハの時で、なんだインタビュー的なの。5歳でのクオリティがすごすぎるギャルだよね。すごい陽キャだったんだなって。タンポポさん、タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。花火大会のリハの時にインタビュー受けてないですね。リハしかしてないここ最近毎日スイカ食べてる。いいな。やんちゃそうに見えた。5歳の時はやんちゃだったかもしれない。あ、そうそうそう、そう、幼稚園の時は結構やんちゃで、幼稚園の廊下でブリッジとかしてたんで
5歳の時は、しかもね、あれね、縦にしてるからだけど、周りにもっとお友達がいたの切って渡したんだけど、あと弟も写ってるで、お祭りで、あれは私が一番明るかった時ですね。今日着てる T シャツ似合ってるかもしれない。今日着てる T シャツ水色。たらスライかな。はい、12月6日特典、あ、山形のライブの時のお話なんですけど、皆さんに聞きたいことがあるんですけど、いいですか。ななみちゃんこんばんは。明日の参加参加するね。ありがとう、頑張ってください。ありがとうございます。特典会なんですけど、時間の都合で次の日に別な会場になると思うんですけど、いいですか特典会やりたいんだけど、金曜日だからライブが夜の方が多分いいと思うんですよ。皆さん仕事かもしれないから、もしかしたら。だから別な会場で特典会をやるっていうことでもいいですか。土曜日に山形でになると思います。福岡ではないです特典会参加したい方は次の日になると思います。ライブが遅くて会場がその時間に借りられないまで借りられないっていうことで、もちろんありがとうございます。すいません、ご了承ください。福岡移動は大丈夫だと思います。だから夜とかではない気がする。昼くらいってことだと思います。その予定になると思うのでよろしくお願いします。ありがとう。詳細はお待ちください。あ、ライブ、そう、ライブ会場はミュージック昭和でセッションです。ツアーで一回やったことがあるけど、ライブはミュージック昭和です。その東京でライブのテーマ今のとこないないけど、やりたいですよねと思ってます外で花火大会のゲスト出演する。お疲れ様でした。ありがとうございました。という感じでよろしくお願いします
イアンのライブ私ギャルでしょうか、どうだろう、チケットの選考とかファンクラブでやると思います。ツアーも私のライブも、私のライブは自分私のファンクラブかな。グッズも作ろうかな。あそう、あのさ、はるかちゃんと愛理ちゃんが生誕時にキーホルダーグッズで作ってたじゃないですか。それ私バージョンも作ってもらいます。で今日さっきてかさっきそのね撮影してたの、ここで家で、でメイクしたから配信やろうって気持ちになったんだよねはい、それも楽しみに。可愛い服着ました。ツインテールじゃないんだけど、ぜひお揃いにしてください。3人撮りっていうか、ここにそのスマホをちゃんと置いてこの感じで撮りました。2人とに同じような感じ、サイズ感とか同じです。お揃い、そろそろ明日の服を相談してもいいですか。ではてか私的に着たいの1個あるんだよちょっと私推しが1個あるだけど、まあ言わず紹介するわ。じゃあまずちょっとこれリボン結ばせていただくね。着たいなーと思ってんのが一個あんだけど、じゃあそれ当ててください。でも4着あるの、まだ今年着てない服。はい、まず1つ目、ドットで肩リボンでこういうやつです結構こういうやつ夏って感じで肩リボンになってる黒です。これ1番ね。で2番がこれはちょっとかっこいい目になります。そう、明日のチェキの衣装着も今してる、ネットサイン会の。2着目、これは銀ギラシルバーの銀ギラで結構ピタッてしてる、これを着るならかっこいい感じになります。これ私服で買ったんだけどなかなかちょっとこれ着れなくて、ずっとあのしまっておいたやつです。はい、これかっこいいやつで、3着目はこちらになります。ピンク、これが形がすごく変わってて可愛くってこういう感じになるんだけど、これ私の骨格にめっちゃ合ってます結構出るんだけど肩は、でもめっちゃ可愛いの、なんか大人可愛いっていう感じ。これね、で最後が
これ重ねて着るんだけど、このセットなんだけど、まず中にこれを着ます。これがあのレディのダンスシーン、あのリハギのやつで中に着てたこのギンガムチェックのやつの上にシースルーで水色でリボンが入ってあるやつを上から着るというやつです。はい、この4択じゃあ投票ね。2人の私服分かんないからどうなるか分かんないんだけど、はいどうぞ。2、3、4。どれがいいでしょう。じゃああと10秒で締め切ります。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終わり。おお、正解はこちらでした。みんなよくわかったね。3が1位でした。私はこれを着たかったんです。2が1。やっぱりみんな私のこと分かってるんだ。そう思ったけど一理してみたとか言って。じゃあ私は明日これを着ますので、あのネットサイン会よろしくお願いします。これね、着るのずっと楽しみしたんだ。いつ着よう、いつ着ようと思ってね。全部最近、今年買った服だけど、でもこれとか結構前に買って、前に可愛いと思って買ったんだけど、なんか時間経ってから惹かれなくなっちゃってなんか時間経ってから気分じゃなくなって、未だに着てないっていうやつです。まだ長袖着てた時に買ったんだけど、なんか半袖の時期になったらなんか着る気分じゃなくなってってやつ。え、でも可愛いよね、わかる、可愛いんだけどね。でも全てどこかでは来ます。2? これ、え、でもこれね、試着して買って、試着した時めっちゃ可愛いと思って買ったんだよね。よろしくお願いします。3人のやつもあります。明日のネットサイン会はビンゴ券付きのチェキでも、そのチェキにはサインと宛名はなし、チェキ、本当チェキだけとビンゴ券付きのが2,000円と、ビンゴ券付いてないけどチェキにサインと宛名とかを書いて
名前呼んで送るっていうバージョンがあります。3人それぞれと3人グループ的がありますので、よろしくお願いします。グループチェキは全員サインしてくれるの？全員サインです。全員サイン書きます。そう、久々なの。そう、最近全部自分でやってたから久々です。夏の予定はまだまだあるの？なんかなくてまあ旅行行って、そこで夏、私の夏は多分終わります。バーベキューが結構だいぶ楽しみにしてる予定だったんだけど、なんかさ、早くてさ、終わんのがさ、なんか毎日沖縄も行きたいって言ってたんだけど、なんか私なんか遊び、なんかさそんな私なんかが言っていいのかなっていう気分になってきちゃってなんか私って何もしないのにさ、そんな遊んでていいわけみたいな気分になってきちゃって、あのちょっと引きこもってる間に夏が終わりそうです。そう、私もそうなんだよ。行きたいんだけどね、沖縄これから台風シーズン。あ、そうなの。さすがにそことはかぶりたくないよね。ひなぴょん元気。ひなちゃんと、あ、ひなちゃんと会う約束も8月あります。自分の気分が乗った時にね、そうします。やっぱりなんか予定立てちゃうと私だるくなっちゃうから、弾丸で行きたいと思う。そちら台風大丈夫？大丈夫なんだと思う。あんま外見てないからわかんないけど、そんなに私は大丈夫。見えちゃうけど、そう。まだ何か食べたいもの。私今年なんか食べたいものあるかな。でも毎日好き勝手食べてる。予定入れたらこれしなきゃ、嬉しくなきゃってなるから大変ね。そうなの、私予定立てるのやっぱ向いてなくて。そんな感じです。
歌うか。あ、イヤホン、イヤホン持ってきます。何歌おうかな。お祭りね、お祭り行きたい。お祭り、そうだ、お祭りだよね。東京のスーパー高い。なんかそうでもない気が、別になんかね、スーパーによるけどそんなに違い感じないんだよね。どうなんだろう。最近お気に入りの曲、最近私何聴いてるかな。何がいいとかありますか？潮騒よね。あれあったんだっけ、潮騒よって。あった。ごめんなさい、なんか何もしてないのに止まっちゃった。あ、シークレットベースもいいね。街で暮ら
している二人の不意に遠く感じてしまった、oh!君と夏の終わり、将来の夢、大きな希望を忘れない。10年後の8月また出会えるのを信じて、最高の思い出を。心からありがとう叫んでたこと知ってたよ。涙
夏ですな。てか夏終わるよね。え、夏って終わる？もう少しで8月で終わり。夏ってね。もう忘れてしまったかな、夏の木陰に座ったまま、アイスを口に放り込んで風を待っていた。もう忘れてしまったかな、世の中の全部嘘だらけ。本当の価値を二人で探しに行こうと笑ったこと。忘れないように、色褪せないように、形に残るものが全てじゃないように。言葉をもっと教えて、夏が来るって教えて、僕が描いてる目に映ったのは夏の亡霊だ。風にスクッとが揺れて、思い出なんて忘れて、浅い呼吸をする。汗を拭って夏へ行く。忘れてしまったかな、夏の木陰に座った頃、遠くの丘から顔を出した雲があったじゃないか。君はそれを掴もうとして、バカみたい肉を切った手で、僕は紙に雲一つを描いて、笑って握ってみせて。忘れないように、色褪せないように、歴史に残るものが全てじゃないかな。今だけ顔もなくして、言葉も全部忘れて、君は笑ってる夏を待っている。僕は亡霊だ。心ももっと教えて、夏の匂いも教えて、浅い呼吸をする。忘れないように、色褪せないように、心に響くものが全てじゃないから。言葉をもっと教えて、さよならだって。
座ったままアイスを口に放り込んで風を待っていた。ありがとうございました。忘れてください。まだなかったのよ、さっき調べたんだけどね。あの夏ね、全然歌ってないよね。あの夏の君を思い出して。夏の曲っていいよね。ちょっとランキング見てみ、なんか歌えるのあるかな。夏祭りって歌えんのかな。私歌ったことないけど、歌えなかったらやめるわ。I'm not afraid to die.
ないもん。ざわめきが少し遠く聞こえた。線香花火バッジをつけていろんなこと話したけれど、好きだってことが言えなかった。君がいた夏は最後。キスをあげるよ、今気づいた想い、どんな言葉でも足りないから。友達の時間が長かったせいで、あなたの癖や性格なんて他の子より知ってんの。理屈なしで恥ずかしがり嫌なあなたを待ってられないな。キスをあげるよ、好きなんて言葉より効き目あるでしょ。あなたにだけはそっと教えてあげる。胸の奥小さいつぼみのぬくもり。時々甘えてみたり拗ねてみたり、そんな作戦らしくない。か弱き乙女じゃ勝てないの。この恋だけは負けられない。鈍感なあなたのこと振り向かせたいから、勝負かけるの。キスをあげるよ、愛してますなんて言葉より魅力的でしょ。聞こえちゃうくらい早くなるドキドキ。初恋は最大みたいに弾ける。そんな境界線今すぐに飛び越えたいの。キスをあげるよ、今さら好きなんて言葉より効き目あるでしょ。あなたにだけはそっと教えてあげる。胸の奥小さいつI'm sorry.
とうございました。タジモンさん、タワーありがとうございます。ありがとう。はい、ということで、こんばんは、こんばんちゃ、こんばんちゃ。配信見てくれてありがとうございました。また8月やりますね。いっぱい歌う配信やろうと思います。ということで、明日はリアンでネットサイン会があります。9時からリアンの YouTube で配信されるんですけれども、まだ受付間に合います。初めてリアンでネットサイン会をします。服も決まったので、明日はピンクで私は行きたいと思います。まあ配信見れない方もあのアーカイブ残りますし、ぜひぜひチェックしてみてください。ワンピースじゃない。でもなんかキュッてなってるやつ。そして9月1日にもイベントがあります。丸織コレクション。ファッションショーとライブがあります。ぜひぜひチェックしてください。よろしくお願いします。そして9月16日はアットジャムエキスポ2024リアンはオレンジステージとパイナップルステージに出演させていただきます。よろしくお願いします。リアンのチェキの名前サインってランダムでするのグループのかな。サインは全員書くんだけど、確かにでも、あ、この人私の推しかなみたいな分かれば推しから書いてもらえるようにできる気がする分かんないけど、ニックネームで、はい、私のファンの人だって思ったらそうできるのではないかな。暑いからスノーイベント嬉しい。確かにね、よろしくお願いします。全員推しということで嬉しいです。ありがとうございます。あとはだいぶ先ですけれども、12月6日に久しぶりにソロライブをやりますので、山形であります。でそのライブは夜なので、特典会は次の日とさせていただきます。特典会参加したいよという方はよろしくお願いします。逆に金曜日来れないけど、あの特典会だけ来れるみたいなこともありなんじゃないかな特典会だけ暇だよっていう方、土曜日だから暇だよっていう方
午前中かな、昼ぐらいじゃないかな。そうだよね、みんなさ、もしかしたら福岡に行くよ、私たちもだけど、私もだけど、早めの時間帯にさせていただきます初山形来てください、ぜひぜひ。早めに出しますね、4ヶ月後だけど、すぐ来るよねきっと。そんな感じ。あと浴衣チキンも作るので、欲しい方いればよろしくお願いします。少々お待ちください。全身戻ってるよ。昼バージョンと夜バージョンがある。では終わりにしようかなと思います。皆さん何か言うことないですか？あ、そうだ、スクショしよう。夏祭りっぽく、どこが夏祭りの花火。先ほどサイン会購入してありがとうございます、嬉しい。肘回復ポーズ、青い？という感じで、なんかさ、朝なんかいっぱいあんだよねやだやだ、すぐ朝できんのかな。元気そうか、なんかね、私元気、別に元気なつもりなかったんだけど、その昨日おばあちゃん家行ってしたら、いるはずがないおじさんがいたの知らなく、いるって知らなかった、めったに会わないおじさんがいたので、それで「えー！」って言ってやったんだけど、なんかめっちゃ元気だねって言われた。あ、元気だったんだ私って、と思った。なんかいつもより元気だね、元気そうだねって言われた親戚のね、いるはずのない親戚のおじさんねめったにいない、帰ってこない、ほんとな、そう、怖い話かと思う、違うそう、めったにいつも帰ってこないんだけど、いたからびっくりした。
ママの弟です、ではランキングを読みます。13位ゆうかちゃん、ありがとうございます。12位ろうさん、ありがとうございます。11位ひとくりさん、ありがとうございます。10位あじっこさん、ありがとうございます。9位さっぺいさん、ありがとうございます。8位ゆっきーさん、ありがとうございます。7位はじめさん、ありがとうございます。6位加藤さん、ありがとうございます。5位しろらんじさん、ありがとうございます。3位バカラさん、ありがとうございます。2位ケンタロさん、ありがとうございます。そして1位はたちぼうさんです。ありがとうございます。ありがとうございました。では皆さん元気で、明日もよろしくお願いします。あ、4位読んでない、嘘、本当だ、ごめん。4位タンポポさん、ありがとうございます。ごめんなさい、何で飛ばしちゃったんだろう。ありがとうございます、教えてくれて。では皆さんおやすみなさい。元気で毎日過ごしてください。ではまた明日。